はい、3月7日火曜日、時刻は夕方5時を回ったところです。日も沈みまして風が冷たくなってきました。日中かなり暑くてですね、今日も無事雪上に立てたわけなんですけども、日中は本当に汗だらだらかいてしまって、で今、着替えはしたんですけれども、やはりちょっと汗びえですとかね、ちょっと汗の後始末しないと、ちょっと風邪、ひいちゃいそうな、それくらいの、気温の、差がありましたね。温度差がある一日でした。で雪はですね、朝の9時くらいまでは結構硬くて、気持ちよく滑れてまして、上に行けば行くほど、10時11時くらいまではですね、しっかりこう締まった晩楽しめたんですけれども、どうしてもお昼を過ぎるとですね、春雪、ぐさぐさ、ザクザク雪ということで、かなり足を取られる場面もあったんですけれども、しっかり面で滑るって言いますかね、エッジを、板を立てすぎない、そういった滑りの練習にはもってこいだと。で今日初めて、今年初めて、ちょっと恥ずかしながらなんですけども、コブに入りまして、コブというかちょっと溝コブ、バンクコブみたいな感じだったんですけども、スキーでですね、滑りまして、本当に滑りやすくてですね、初めちょっと今年初ということだったので、ちょっとおっかなびっくり入ったんですけど、意外にも体も動いてですね、乾燥といいますか、上から下まで、とりあえずは滑れて、改めてやっぱり3月春ですね、4月5月と、雪があればコブシーズンなんですけども、練習するにはもってこいの時期になったなということを感じましたね。ただ積雪がやはり例年と比べて、特に昨年一昨年と比べて、かなり少ない中でのやっぱりコブですので、少しこう掘れて土がちょっと見えているところもありますのでね、そこは気をつけながら滑る必要があるかと思うんですけどもね。であと今スキー場内から撮影はしてるんですけれども、吹きの塔今ずっと撮影をしていたんですけども、こんな感じで、もう吹きの塔もかなり成長して、場所によってはですね、それくらい雪消えが早い箇所はどんどん進んでいます。はい、もう春の訪れ、今年はなんか特に早く感じますね。できるだけ、一日でも長く雪上にいたいなと、思いましたけどもね。はい、ということで、微暴録として、今日も雪上に立てましたというところで、記録としたいと思います。ということで以上。